福岡タワー。福岡タワーは、福岡県福岡市沢楽区のシーサイド、桃地地区にある、ランドマークタワー、電波塔で、高さは234メートル。日本で一番高い海浜タワーでもある。1989年のアジア太平洋博覧会、通称、ヨカトピアに合わせて建設された。 福岡市と地元有力企業との共同出資による福岡タワー株式会社が運営している。2006年に開始された福岡県での地上デジタルテレビジョン放送ではすべての放送局がこのタワーを送信所としている。また民放ラジオ FM 局クロス FM の親局送信所、ラブ FM 国際放送の中継局も設置されている。 最上階の展望室はエレベーターで約70秒、高さ123メートルの場所にあり、展望室から福岡市の島市街地を一望することができる。震度7の地震や風速63メートルに耐えられる設計。外観は8000枚のハーフミラーで覆われた、肖像拡柱の形状。三角柱の上部には福岡市の支障が見える。 例年、クリスマスや七夕の時期にはイルミネーションが施され、最上部の壁には電光掲示板で絵が点灯される。また、ゴールデンウィークと体育の日前後には、非常階段を一般開放し、1階から展望室までの577段を上るというイベントが開催される。このイベントにおける最速到達3分18秒という記録は、2013年、現在更新されていない。 1994年に公開されたゴジラ VS スペースゴジラではタワー周辺で大規模なロケが行われ破壊される描写がある。また劇中でキーとなる建物として描かれている。2019年開業30周年を迎えるに当たり初の全面改装を行い2月1日リニューアルオープンした。福岡の空を楽しみ景色で遊ぶをコンセプトに 仮想現実 VR や拡張現実 AR の技術を使した天空の世界で非日常の世界を味わうことができる。開業から2018年末までの来場者の累計は1416万人。地上の出入り口は1階に設けられており、この直上に2階がある。116から123メートルの高さに展望外の3に4 5階。 第31.3233層がある。2階と3階、第31層の間は、第3から28層が吹き抜け、第29.32層が、送信機の設置室となっており、東京タワーなど、一般開放されている他の電波塔と同様に、関係者以外の立ち入りが禁じられている。空中線電力が 3kW の送信所では、ERP が、 全国最小である、最も大きい出力でも、NHK 福岡 E テレの 7.2kW、1kW を超える、送信書でも ERP は、全国最小である。逆に、空中線電力が 3kW で ERP が、全国最大の送信書は、福島の笹森山。1993年6月14日以下の各局送信書から移転。 2011年7月24日閉局。また、河野ノ山に設置していた FBS と TVQ のアナログテレビ放送も当初は、福岡タワーへ親局を移転する予定だったが、TVQ は当時開局間もなく、福岡県内各地の中継局地局でさえも十分でなかった子もあり、この2局は移転を断念、デジタル放送開始時に新局として設置した。 FM 福岡は、中央区小笹にある、コーノス山、ラブ FM、RKB ラジオ及び KBC ラジオの、ワイド FM は九千部山、クルメ、トステレビ FM 放送所から送信している。NHK 福岡 E テレアナログは、同じチャンネルを使用していた NHK、北九州総合に影響が出ないように指向性が、設けられ、タワーから見て、 東側の地域では受信しにくい場合があった。クロス FM は KBC の施設を曲がりしている。デジタルテレビ放送は開始当初空中線電力が30ワット、放送区域内世帯数76万7378世帯だったが、2006年11月6日、早朝より出力が最大値である3キロワットに増力されている。 30W で放送されていた頃では、韓国から届いている電波の影響で受信不能になる放送局があった。3kW に増力された後では、ほぼ解消されている。デジタルテレビ放送を受信するためには、地域によってはこれまで、アナログ送信所の河野須山に向けていた UHF アンテナを福岡タワーに方向転換するか、または新たに、 福岡タワーに向けた UHF アンテナを追加設置する必要があるが、該当する地域内では、比較的強力にデジタルテレビの電波が飛来しているため、それらの措置をせずに視聴できる場合がある。ラブ FM は、親局を補完する中継局の位置づけである。アイディオは開局当初、空中戦電力 500WERP1.7kW で放送されていた。 2018年2月1日に、それぞれ 3kW10.5kW に増力した。デジタルテレビ放送においては、2005年末頃より、順次試験電波を発射していた。地上デジタル 248CH においては、地上デジタル放送 G ガイドで提供されている、番組表データが放送されている。東京 FM などが IS、ISDP-TSB マルチメディア、 放送実証実験を行うための実験試験局免許を2009年3月31日に九州総合通信局から交付され、同年7月から本格的に試験を開始。放送波による IP 伝送の実験やデジタルラジオによる有料コンテンツへの課金実験などを2011年までの予定で行っていた。これがアイディオにつながっている。 2008年5月1日に2009年3月の開業20周年を記念してマスコットキャラクター風太くんを発表した。名前の由来は福岡タワーから取っており性格は優しく恥ずかしがり屋とのこと。身長は福岡タワーが234メートルの高さであることにちなみ234センチメートルである。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。